仲間違いだろう。その通りなんだけど、筋肉的な感じ。筋肉好きみたいでしょ。すげえ、いっぱいあるんだよ。なんか違う感じしない。そう、悩みどころなんだよね。あれは私普通の、例えば、って感じになるんだけど、じゃあ、主語が愛だったら、愛でこんな問題出てたら、どうする、答えは。私の植物はどうする。そう、ゲットのままじゃん。で、じゃあもし、そんなことヒーとか、あとジュディが一人だったとか、単数、三人称単数だった場合どうする？そう、ゲッツ。嘘をつけ、ゲッツにしました。問題はここなんだよね。この人たち融合しちゃったらどうしようかっていう話なんだ。複数の時なんかどうするとかって言われたことあるの？例えば複数になった時、一般同士って変化するかしないか。そう、しないんです。実はしない。だからこそ、なんか三人称単数は S つけるんですよって多分うるさく言われる。